行くぞ。いたぞ。やあ、そこまでだ、クイーン野郎。ああ、おバカな子供たち、ナイスタイミング。不料理世界を征服します。そこで見ていなさい。ノイルはもう私のもの。あの子の意志に変化が生じるのは時間の問題。ノイルは自らの力を解放します。そこでこの世界は。ダメです、ダメです。ノイルはバードリーが助けてるよ。じゃあこれ誰？嘘でしょ？まずい。これはやばいぞ。何やられてんだよ、お前。どこかしら。私は答えを知っています。ふざけんな。おやおや、あんたら二人のこと私は気に入ってるのよ。力ずくで下僕にするのは残念だわ。残念&ワクワクするわ。こいつ悪だ、悪だわ、やっぱ。まずはクイーン、いやバドリー助けたいけど。緩める。おー、いいねいいね。どういう攻撃？はい、そういう感じか。どういうこと？いた？30ポイント。いや待って、 BGM かっこよすぎ。おい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 、えい、タッピー。うわ、シールド作りやがったな。それ全部飲まねえのか。ダメよ、これ私のあんたらにはあげない。今グラスの3液を飲んだ。わかめ、冷たい。光の方法の中、来る日も来る日も、愉快な動物たちや甘いお菓子のゲームを映す画面をひたすら眺めている。なんか下手になったな、俺。ところが最近街のインターネットが消失。このままでは彼らが享受していた安息の地は消えてしまう。楽勝。そうなったら一体誰がノエルを救うの？あの子の奇妙で悲しい検索項目。一体誰が検索項目結果を返してやるの？普通にやめて。スージーはクイーンに乾杯した。よかったな、お前もうすぐ俺らにぶっ飛ばされる。私はどんな乾杯でも歓迎よ。シールドを消していくのか。そこへ現れたのが騎士です。騎士がこの素晴らしい闇の世界を誕生させた。いや、何言ってんだ。待って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 、これさ、ノイルの検索履歴説明。いや、面白いぞこの技。充電器。落ち着けばいけるな。ちょっと目が興奮してたわ。よっしゃ、みんなで私の館で何不自由なく暮らせます。毎日私を拝めて暮らせる。彼らも幸せ、私も幸せ。負けねえだろ、お前の顔なんか見たくねえ。あら、ま、え、何これ。あ、これが悪口か。誹謗中傷。よっしゃ、私の攻撃通常バージョンには耐えたようだけど、気づいていなかったでしょ。私がずっと必殺技をダウンロードしていた。なんだとお前、まあ、そんなことして俺たちが死んだらどうすんの。アルティメットアタック。あら、まあまあまあ、何これ何これ。あ、死んだ。あー、くそ。いや、これは難しいわ。クイーンのアシッドシールドがダウン。緩めます。
攻めるぞ。もっと活かした技になるはずだったけど、インターネットがダウンしちゃって。うわぁ、ちょっと急に動かんだけど。あ、やばいやばい。これ難しいな。いい技だ。あ、倒した。若な子供たち、なかなかやるじゃない。どうだ。ちょっと？バドリー、戻ってこい。俺の仲間になってくれ。なんで制御ケーブルが機能してないの？心優しい同志たちが見逃してくれたからだ。あ、意志が戻った。ここからは、自由にやらせてもらう。お前が吐くようなセリフじゃない、それ。バードリーがこのセリフを言ってるのがなんか面白いよ。クイーン、3人相手のバトルはシミュレーション済みかもしれないが、4人相手なんだとか、そういう問題じゃないじゃん。シミュレーション実行、持ってた。これは、私、間違いなくやられるわね。失礼しました。ただし。わあ、何あれ、ちょっと見て。何。あ、逃げた。あ、引っかかっちまったよ。ちょ、待て。この野郎。くっ、ダメか。おい、バードリー。あ、ちょっと虚勢を張ってみたものの、実はもうあのケーブルに、僕のジューシーなエネルギーエキスを全部吸い取られてしまってね。死んだ。栄養失調。ダメ。俺はもう、美しいゲーマーガールにキスされないと助からないだろ。ノエルのことか。お前わざと倒れてないか。バードリー。あれ？え、なんて。いや、気を失いかけてるとこ悪いけどさ。よく聞こえなかったぜ。もうちょいでかい声で言ってくれ。あ、いや、失敬。急にちょっとだけ元気で出てきみたいな。あ、そっか。バードリーはスージーのことが好きになったんだ。あ、じゃあ俺は急いでノエルを助けに行くから、またな。あ、スーザンはいつも実にミステリアスだ。お前、スージーのことスーザンって呼ぶのやめろ。おもろいけど。しかし僕には彼女の心の中が見える。HP バーのようにね。おすけ、お前。ジーニアスと共にやらざることを。行こっか。うん、行こう。さっさと行こう。君が僕を心配する気持ちは武道党的にスイートだ。同じ青い者同士、君が常に明るくしいてくれることを願うよ。僕の方もなんとかあげるな。方法を探すつもりだ。騎士、黄金の騎士が、今日ここにこの世界を誕生させた。長いその手を空へと伸ばし、意志を呪いとして込めた刃を、地に突き立て、泉を出現させ、おお、これは伏線なんじゃないか？でも騎士が生み出した世界は、図鑑という限定領域を超えての展開は不可能。ええー。やっぱり、現実世界の建物とこの世界は繋がってるってことか。全世界を闇で覆い尽くすこともできるのに。ここまで考えて私は気づいた。この力、意志の力、この決意の力は、すべてのライトナーが保有するものでは、俺たちも。なるほど。騎士が姿を消したならば、すべきことは一つ。新たな騎士を誕生させるまで。俺たちを利用するってわけか。手に貼り付けられてる。私の可愛いノエルちゃん。巨大な手の縛られる心地はいかが？これは何より、じゃあ世界征服についてはどう思う？やめろお前！あ、死んだ。落下し。スージー助けに来てくれたの。なんでかな、私きっとスージーが助けに来る気がしてた。あ、そうなの？まずい。待って、大変、どうしよう。みんな今すぐ逃げて早く。なんで？もしかして。キモ！クイーンさん、あんたら気づかなかったみたいね。私の館のど真ん中にあった超巨大ロボットに飾りかと思ってた。どうしよう、これじゃ絶対勝てっこねえ。え、クイーンからずっと聞かされてたの。最終形態の彼女は無敵。え、でもクイーンが自分で自称最強説あるよ。人ばかしでかくなったぐらいで俺らに勝てると思ってんのか。イエス。
自信家になった。ああ、強いぞ。そろそろ世界征服しちゃって、オッケー。スージー無理だよ、諦めよう。ダメだ、スージーかっこいいな。スージー、最終形態だ、んなもん怖くねえな。変身くらい俺だったってできるね。クリス、ラルセイ。あの合体技か。ナイス。しょぼい。これが俺たち計画の。あ、いや、待てよ。確かにこれじゃあ。あ、大変、これで戦力が互角になりました。え、お前、こんだけで互角になったのか。じゃあ、こっちも遠慮なく、出力全開で行かせてもらいます。この世界の人たちがバカなのか、クイーンのノリがいいのか。どっちなんだ。わ、お、落ちる。おい、スージ、お前ふざけてんじゃねえ。ラルセ、どうすんだ、なんか方法考えろ。なんかって腕をパタパタさせ。無理か、お前。ここでバードリーが。無理やつだ。でも助っ人たちを連れてきたよ。発目してみよう、同志たちよ。よう、お前たちクイーンたち向かう旅の途中でいろんな仲間ができただろう。うん、俺たちのガラクタ再利用スキルでこの仲間たち改造しちゃダメだろ。みんなで力を合わせられるようにね。その件よも後継せず。お前は石になったんじゃないの。ああ、首はならなかったのか。クリス、スージ、ここに披露しよう。究極の学校提出用課題作品よ。うわー、これが使われるのか。お前お前が、ハッピーな勇気。いやー、僕の電力、キュー。私行けや。液体の手料理、整理整頓、そして最強素材。このなんか変なの。これは胸圧展開。これは戦いがいがありそうね。これか。話し合いの時間は終了。ここからはバトルのみの時間です。待て、ぼーっとしてた。あ、でも攻撃しなくても良さそう。あ、ガチャレバータイプか、こいつ。コントローラーガチャガチャしちゃダメだよ。あ、なんてね、あんたの顔に照りを入れつつ喋らせてもらいます。まずい。バカ言ってまった。どうよ。で、回復。TP コストも上昇。あ、そっか。使えば使うほど多くなるってことか。ノエルは自分の力に気づくべき。自分の意志、自分の決意の力に。何？あ、そういうこと？はい。あの娘はバキに力を注ぎ生み出せる闇の泉ネオをいくつも生み出せる。何？そんなことは俺がさせない。よっしゃ。いや、早くなったな、突然。オッケー。同業します。クリス、スージー、あんたらも協力したくない？自分の夢の世界、私の夢の世界を生み出すのよ。嫌だね。隠しコマンドとかありそう、これ。スージーはパンチを繰り出そうとコントローラーをめちゃくちゃ押しまくった。バカ野郎。スージー、あんたの顔に体チョップをさせた。触れたら昨日だけスケボーあげます。いいじゃん。最後だ、これは全部返すぞ。はい、どんな問題。お、第2形態ラウンド2。あれ、終わりだー。バトルパワーダウン、オーバーヒートアクティブ、よく聞きなさい。ここはあんたらの勝ち。やった。でも私にはまだ隠し玉があるわ。あんたらは絶対にできない、絶対手にできない。ロケットパンチ、避けろ。
死んだ。ノエル、私のかわいいノエルタン戻ってきやがった。まずいぞ。さっきあげたブローチの針を地面に突き刺すのよ。そうすれば私たちの新世界が誕生する。え、でもどうしたの。ノエルもそれを望んでいるはず。で、分からせないなら残量 1% のバッテリーを使って。ダメだ。1ピクセル台に。ダメダメダメ、言い回しが独特。そんなことは私が絶対させないわ。あなたの依頼にないことを私が望んでると思うか。まっぴらよ。バーチャル人形でいる限り私は幸せになんてなれない。どうしてわからないのかしら。うむ。うむむむむ、ノエル。どうやら私の計算は、正確だったようです。私のことは考慮に入れず、自分の力で、自分が幸せになる世界を選択します。優しい人？こいつ。クイーン。クイーン。大丈夫？よっしゃ。みんなどうしたの？今のクイーンの言葉。うん、よかったよな。私クイーンが支配する世界で暮らすの嫌。でもそうじゃないなら、この世界もそんなに悪くないかも。え？え、スージーそう思わない？あ、俺？まあ言われてみりゃ、クリス確かにこの世界の方がよくねえか。仲間もいっぱいできたしな。私こんな凡形したの初めてだ。物振り回してバトルして魔法も使えてな。呪文も使えたら何でも一瞬で治っちゃう。で、何があっても絶対に誰も俺らに指図できねえ。お、いろいろ怖いこともあったけど、なんていうか。確かに僕も反対する理由はないように思う。私は思いつかないな。俺もだ。僕もです。それならノエル、僕は改めてお詫びの印に。なんだなんだ。自分の意志の力をこの刃に込めて。おお、お前が。僕たちを光か照らす闇より生じた輝きに満ちた未来を。やめて。なんで止めるんだよ。みんな何を言ってるの。え、どうって。なんだそれは。闇が光に飲まれるとき。あ、逆だった。泉が空を覆うとき、すべてはカオス生まれるだろう。ゼビルが大量発生するってことか。泉より巨人が出現し、真ん中デスピサロみたい。この地を破壊し尽くすだろう。そんな言い伝えがあったなんて先に言ってくれよ。でもこれがラルセが嘘をついてる可能性もある。生き延びたダークナたちもやがて一体また一体と石と化すだろう。ライトナーたちは頼るべきものもないまま、終わらぬ夢を永遠にさまようだろう。こんな世界を楽園と呼ぶか？呼びません。びっくり仰天。お前生きてたのか？あらやだ、そんなの全然知らなかったわ。え、知らなかった？でもクイーンさんの計画は。私はただのコンピューター全能じゃない。意志の行動に基づいて推測してただけ。世界を滅亡させて何かいいことある？答えない。確かに。そうだったんだ、よかった。すまないノエル。最後の最後まで君に迷惑をかけてしまった。バドリー大丈夫、わかります。あ、お前も良くなったか。他者の心を楽しく分析するなんて不可能です。え、クイーンさん、僕の気持ちがわかるんですか？ほほほ、わかるに決まってるじゃないの。いや、わかんないけど、ノエルに悲しんでほしくないだけ。わからんのかい、お前。ああ、でも二人が少しでも分かり合えてよかった。
笑い方が変わった。いやいや、ないない。あ、そうだった。スジ、前クイーンにビシッと言ってやったのやるじゃねえかよ。そうかしら。おう。あ、でももうすぐ目覚まさなきゃだろ。え？そっか、これ夢なんでドキドキしっぱなしですっかり忘れてた。うん、そうだね、ゼモ。これからもこんな夢もっと見られたらいいな。目覚めたらさ、なんつうかその。じゃあみんなそろそろ、エグジットする時間ね。プログラム、バイバイ元気でね、エグゼを発動します。あんたらのとお別れしめ、お別れ寂しいわ。ノエル、あんたは無駄にいい子。スジ、あんたは勇気のバカと紙一重。クリス、あんたはいつも散るってる。散るってるって意味は、落ち着いてる。干渉にふけてるって意味です。バードリーんだっけ？前、名前忘れられてない。クイーンさん大丈夫、ここでお別れしなくても。クリスにキャッスルタウンに連れて行ってもらえ、この仲間と一緒にそこで暮らせますよ。連れて行こうや。キャンセル。削除してください。みんな仲間になりました。よし、じゃあここへ来たそもそもの目的を果たすか。さあ、ノエル。目覚めてスージンに会ったらさ、あいつには尻尾なんてねえからな。いや、こいつ隠してた。恥ずかしがりやめ。クリス、またここにたどり着いたな。方向の騎士か何者なのかわかんねえけど、そいつがこの泉を生み出してんだな。でもさ、これって本当に悪いことなのか。闇の泉が現れて、いろんなことが前より全然面白くなったよな。あ、今は考えてもしょうがねえのかもな。よし、クリス、お前の出番だ。これはまるで自分の魂そのものが光を放っているかのようだった。かっこいい。おはよう。あれ？何が起きた？あ、やっぱり全部夢か。え、夢、今のは全部？そうだとも夢に違いない。あんな気持ち、こんな感情、いやはや全く。そもそも僕がスージーに対してあんな。そっか。スージー？え、スージー、どうしてここに？あー、一緒に勉強しようって誘われたから。あ、そうだったんだね。なんだってこの二人と勉強？ノエル、小機会だってこの二人は。あ、まあ付き合ってやっても変わらないけどね。だってみんな友達になったな。僕のアラームが鳴ってる。アルバイトの時間、お前、アルバイトしてたのか。エモそうな時間どうして。諸君、僕は所持品をまとめて早急に失礼する。あ、手に取り立ての教科書の感触。実に心地よい。なんじゃこいつ。詩人か、お前は。それではクリス、スージ、ごきげんよう。ごきげんよう。またね、クリス。バイバイ。それからスージもまたね。あ、じゃあな。うわー、怖い。なんでもない、じゃあね。なんなんだよ、あいつ。こっちはたった今世界を救ってやったっつうのに。てか、クリス。俺たちガチで世界救っちまったよな。ってことは俺たちガチのヒーローってことだよな。誰も知らねえけどさ。まあその方がいいのかもしんねえけど、世界が危ねえってよかったらみんなパニックっちまうしな。ノエルにも忘れられちまうのがちょっとつまんねえけど。まあどうでもいいな、行こうぜ。まあそれは仕方ないよ。部屋を出る前にこの部屋にあるものを全部まとめて拾い上げた。あ、そういうことか。あの世界の住人たちを拾い上げたって。お前もう噛んなきゃだろ。いいっていいって言われなくても分かってるぜ。一人で帰るの嫌なんだろ。まあどうしてもっつんなら付き合ってやるよ。お、ここで街を探索できる。次回は街探索。
ほんわか枠にしよう。では、ご視聴ありがとうございました。